おはようございます。誰が呼んだか。心優しきパンクロッカー山田バサラです。小三郎のね、横になってる姿からね、動画を収録したらですね、小三郎が嫌がりました。やっぱりですね、小三郎もですね、やっぱこうね、感情が豊かなのでね、ごめんね小三郎ね、変なところ撮りまして。はい、皆さん、いよいよですね、山田バサラと浜野ひろちかくんのですね、逆に言っとこうか、浜野ひろちかくんと山田バサラのツアーがね、いよいよ、ちょっと噛んでるかな、山田バサラ浜野ひろちかと、山田バサラのツアーがですね、いよいよ本日よりスタートでございましてですね、実はですね、今日はですね、この動画前日の収録でございまして、ということは現在5月23日のですね、夕方なんですよ。本当はね、まあこういうライブのね、まあ朝なんで、当日にね、動画を収録してアップデートね、アップした方がね、いいかなっていう風に僕もね、ほやほやの気持ちでね、お届けできるホットな話題をですね、お届けできるかなと思って、まあ明日の朝収録して、パッとね、リアルタイムで投稿しようと思ったんですけれどもね、やっぱりね、当日はね、いろいろね、バタバタとやることがね、増えるなぁと思って、もうできることは、もう前日で撮っておこうと思いまして、今ですね、前日収録で今臨んでおります。本当にね、まあ皆さんもね、こう何か仕事を、プロジェクトをね、なんかこうやるときに、いろいろね、まあ100% の目標っていうのがあるじゃないですか。その中で、まあやっぱりこう、ね、何%ぐらい達成できるかっていうのって考えません？ね。やっぱり僕はね、やっぱ 100% やっぱ達成したいんですよ。でもね、結局ね、まあもう本当にね、実際にできるのは、まあようできて 70% ぐらい。ですね。まあ、どういうことかっていうと、例えばですけれども、ツアー前になるとね、例えば、こう、古くなったハーモニカをね、まあ、何本かね、まあ、ハーモニカっていうのはいろんなキーがあるんですよ。例えば、まあ、代表的なのは C のキー、C のハーモニカ、C のキーのハーモニカ、G のキーのハーモニカとかね、いろいろあるんですよ。D のキーのハーモニカとかね。これね、やっぱり今ね、例えばハーモニカにしてもね、まあ、ブルースハープって言えばいいのかな。まあ、大体今、大体、まあ、普通のね、今安いハーモニカもありますけれども、やっぱり、まあ、ある程度ライブにね、まあ、お客さんに、バッチリ聞かせたいなと思うときは、まあ、それなりのって考えたら、やっぱね、4000円ぐらいするんで、4000円ぐらい。ので、例えばこのハーモニカをね、3つのキー買うだけで、もうそれだけでも1万2、3000円ぐらいするんですよね。で、それで、また他にもね、弦も張り替えたいとか、他にも、まあ、例えばですけれどもね、例えばこう、着ているね、自分のステージ衣装とかね、そういうのもね、買いたいと。もう他にもあるんですよ。例えば、ツアーミュージシャンが泊まりに来るんだったら、まあちょっと古くなったね、まあ寝具なんかを買い替えようかなとかってやっぱ思うんですよね。そうなると、結構、準備もね、やるべきことがたくさんあると同時に、お金も結構かかるんですよね。でもなんか、それは悪いばっかりじゃなくて、例えば、何かハーモニカを変えるとか、何かまあ、ツアーミュージシャンが泊まりに来ることで、寝具を変えるっていうのは、まあやっぱ古くなったものを新しいものに、こう変えるというのは、自分にとってもいい、ミュージシャンに、歌うたいにとってもいいことだし、まあ生活している、まあね、この日々の生活にとっても、まあいいことじゃないですか。古いものをね、ずっとこう置いとくよりかは、もう新しいものに変えるっていうのはいいことだなと思うので、まあ、こうやってツアーになるとね、本当に、準備しないといけないことがもう山ほどあって、その中で、まあこう、どれだけ前もって準備しておいて、そして、どれだけこう諦めるか、もうここまでこだわったら、ちょっと今回もう、まあ予算とかね、予算も、結構こうオーバーしちゃうし、まあ結構いろいろ間に合わない、もう時間も、結構間に合わなくなるなっていうことがあるんですよね。
なのでやっぱりこう今日は前日収録をしたのは間違いなく明日はもうね朝からバタバタするので早いうちにもう撮れる動画はですね、撮れるものは撮れるものじゃない、早いうちにできることはやっておいくと思って、動画は撮っておこうというふうに思ったということでございます。はい、ということでございまして、山田バスラーはですね、この動画をアップした日はですね、当日、本日よりですね、山田バサラは浜野博近くんと沖縄ツアー 5days ということで、今日はアルテ崎山さん、そして明日は、ライブハウスジグザグ、そして、泣き人のミュージックバー温度、それからですね、あの宮古島のガガゴ屋さん、そして最終日はですね、グッドラックさんということでね、5days というふうになっております。そしてなんとですね、どうやら、あの、台風がね、今、あの、宮古島に接近中でございまして、ひょっとしたら、台風がね、僕らがね、宮古島に着いた頃にですね、台風、まあ、あの、進路を見てる限りでは、まあ大丈夫かなーっていう気がするんですけれども、わかんないですね、台風の進路ばっかりはですね。でも、まああの、これもね、これも、まああの一つのなんかこう流れですから、それに逆らって、なんかこう無理なことをするとか、無理なことを考えるよりも、あ、来てるんだなと。ね、そういう来てる中で、まあ、実際に当たっちゃえば、それなりのことが何か起こるし、それは悪いことではないというふうに思っておいた方がいいと僕は思うようになりましたのでですね。まあ、もうあの、こう慌てたりせずにできることをしっかり準備をして、宮古島まで、しっかりね、あの、ファイナルまで、いいツアーにしようということでございまして。ということで、久しぶりですね。3年ぶりに浜野博近くんに、お会いできるということで僕も楽しみにしております。本日、アルテ崎山で、ライブをしますんでですね、皆さんぜひ、今日ですね、どうでしょうかね、今日今前日収録なので、この日はですね天気がいいのか悪いのかまだわかりませんけれども、もしね、天気が良ければですね、まああのちょうど交通渋滞に、ま、にこうもしかしたらこう車がね混み始める頃なので運転に気をつけて、そしてねやっぱもし雨が降っていたらですね、皆さんこう雨ね、足元ね気をつけて、お越しくださいませ。久しぶりの那覇での自主ライブでございます。山田バサラ、浜野博近、マジシャングーニーのスリーマンライブお待ちしております。では山田バサラと浜野博近の 5days ツアーのスタート、さらばんじ。